皆さんこんにちは。新人 YouTuber の江戸はるみです。さあ今回はですね、前回に引き続き、この間はビジネス誌をお話しいたしましたが、今回はですね、芸能誌、私が目指したその俳優、歴史、あるいはそこから笑いの方に転じた、そういう芸能誌についてお話をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。では早速いきましょう。私はですね、実はデビューが17歳です。高校2年生の時にピアという雑誌が当時あったんですよね。でその一番下にですね、俳優募集、映画オーディションというふうに出てまして、実は森田芳光監督、もうさまざまなですね、素晴らしい映画をたくさん撮られた監督です。で当時ですね、この映画のようなもの、これは主演が秋吉久美子さんです。でこの映画で森田芳光監督はメジャーデビューを果たされています。でその一つの役柄のオーディションがあったんですけども、この時高校2年生でですね、友達が応募、はるちゃんこういうのあるよでってオーディション受けに行ったんですね。青山の事務所に、もうドキドキしながら制服で行ったんですよ。でまあ当時からこうちょっとね、恥ずかしがりというか、まあ真面目な感じだったんで、森田芳光監督がこういらっしゃいましてね、じゃあ何か得意なことやってくださいって言われたんですね。で制服のまま行きまして、はい、じゃあ宇津井健さんをやりますって言ったんですね。当時ですね、山口百恵さんの赤いシリーズ、そのドラマを小さい時見てましてですね、山口百恵さんのお父様宇津井健さんだったんですね。でその宇津井健さんのモノマネをいたしました。ちなみにどういうモノマネだったかと言いますと、さあちこあれちょっとこう似てますね。でもこれでですね、このギャップがあったんでしょうね。真面目に見えてる高校生が宇津井健さんをやるっていう、これが森田芳光監督が受けましてね、めっちゃ受けてくれまして、合格と。で受かったんですね。で私銀幕デビュー、映画デビューいたしましたんで、17歳で映画デビューということになります。これ役の大きさ関係ないですからね。このデビューというのはどんな小さな役でも舞台に立ってお金をいただければもうこれがデビューですので、ここから数えますと17歳から現在55歳ですから、私芸歴38年になります。ありがとうございます。はい、そういうことでございます。はい、ですから決して若手じゃ実はないんですね。38年芸歴でございます。さあそんなわけで、高校時代デビューを果たしまして、実はですね、高校時代自分で演劇部を作って文化祭で、披露したりですね、すごく活発な生徒でありました。そして大学はもう絶対明治か早稲田に行こうと、この2校しか受けませんでした。はい、そしてですね、明治大学の文学部に入りまして、もう明治行ったら絶対劇研、つまり演劇研究部に入りたかったんですね。でもう見事入部いたしまして、こっから芝居に打ち込み始めました。実はですね、私もう小さい時から本当は劇団ひまわりとか入りたかったんです。もう10歳ぐらいからですね、パパとかやりたかったんですけど、うちの両親がもう厳しくてですね、もう今みたいに学校休んでもいいからお稽古行きなさいとか、そういう時代じゃないんです。とにかく学校だけは出なさいって、そういう親でしたので、ふーっつっていっぱい柱に劇団に入りたいよって書いたんですけど、ダメって全部剥がされまして、まあ、そんなんで高校大学まで出てからようやく自分の芝居の道ができるということで、もう水を得た魚のように演劇部も集中いたしました。当時もちろんその明治大学はラグビー強かったですから、そういう対抗戦もありましたし、ね、学園祭もありました。大学祭でもね、一回も行ったことないんですよ。なんでかというと演劇研究部の発表がありましたからね、劇団の公演がありますから。もう1年にね、何本もあるんですよ。7本も8本も校舎の一番上の、ね、小さな劇場があるんですよ。そこでね、舞台を踏むんですよね。自分で書いたりあるいは出たりして楽しかったです。はい、もう頃ですね、お茶の水ありました。学校、明治大学で富士そばとかね、こうジャージで行って食べてね、おそばを、今でも懐かしいですよ。あそこの校舎、まあ、立派になりましたけど、そこで青春時代を過ごしました。はい、そしてですね、いよいよ卒業になります。まあ、一応ちゃんと単位は勉強して取ってましたね。卒業だけはちゃんとしようと。でもその間ですね、3年生ぐらいになりますと就職活動でですね、今はもう皆さんネットですけども、当時はですね、こんな分厚い就職の本がですね、どこから住所を聞いてきたかわからないですが、どんと送ってくるんですね、実家に。でそれを私はもう大学出たらすぐにもう女優を目指してですね、活動しようと思ってましたので、段ボールを開けることもなく右から左へ全部捨ててましたね。就職はしないんだと私は。はい、でそんなんで大学時代過ごしまして卒業しました。さあどうしたか。
ここから3月に卒業しまして、私は劇団の研究員になろうと思いまして、劇団文学座とか演とかいろいろあります。俳優座、ね、スバルとかいろいろありますけど、私は劇団演という、渡辺謙さん、ね、それから岸田京子さん、橋爪功さんも、そうそうたるメンバーがいらっしゃる、もう名門の劇団演になんとか入所することができまして、1年間ここからあゆえわもうね、青春がまた始まるわけですよ。だいたい2クラスありまして、20人20人で、もう切磋琢磨ですよ、もうライバル同士ね。私はもう本当一心不乱にもう毎回ね、練習して稽古とか発表があるんですよ。グループで発表して、もうその時の写真とかあります。本当青春そのものですよ、ね、恋愛なんかもそっちのけ、もう本当にこれで、だから後から聞いたらあっちこっちくっついてたみたいなんですけどね。私もそういうの全然なくて、もうとにかくもうちょっとずつ猛進で、これ一生懸命頑張ってました。でもですね、その頑張った甲斐もなく1年後残れなかったんですよね。どういう人が残るかっていうと、それまでいない劇団の中にいないカラーの方が残られるんですよね。で、私たちの時は残念ながら女性は誰も残れませんでした。もう解散です、さよならです。で、私たちの期ではですね、2人だけ男性が残ったんですね。すごい背の高い男性と、もう一人の方、はい。ではもう私たちもそこからもう、じゃあどうしようかですよ。ここからまた劇団に入るの。で、その頃ですね、夢の郵便車とか、あるいは第三舞台とかいろいろありましたよ。またこっから研究生、いやいやいや、もう23歳ですからね、こっからまた1年も24、5、いやいや無理無理無理、いやもうそういう研究生をしてる場合じゃないと。これはもう舞台に立ってですね、もう500円でも1000円でもお金をいただいて、プロとしてもう実際の現場でやっていくんだと私決意いたしました。だから3月に劇団の研究生卒業しましたら、もうすぐにですね、そう決意をしまして、8月にはもう劇場を借りてました。その年の8月と11月にそれぞれ借りました。借りるって言っても皆さんあれですよ、劇場の値段なんか高いんですから。安いったって、まあ5、60人入って狭いところだって1日借りるのまあ3万ぐらいかかるんですよ。で、その時だけ借りればいいわけじゃないですから、前の日に入って仕込みいろいろね、舞台装置とかライティングとかして、それかかるんですから、前の日も借りなきゃいけないわけですよ。だ、最低1日やるんでもですね、2日は最低借りなきゃいけないんですよ。ゲネプロってありますからね。で、ましてその本番に向けて練習もしますでしょ。そうすると照明の人、音響の方、スタッフの方、また人件費がかかるわけです。1日3万とか取られるんでね、それをまあ2回やるとまだ倍ですよ。もう人件費だけでも最低限15万前後かかるんですよね。劇場費と人件費、スタッフの方最低2人いますから、あと舞台監督さんも必要なんですよ。全体を見てね、じゃあこうしてください、ああしてください、じゃあ客席こうしましょう、じゃあ入る、そういう方もいるんですよ。で、最初はですね、ただで手伝ってくれる人もいますよ、最初ご祝儀で。でもね、それ続けるって大変なことなんです。で、私はその劇団のその時の仲間とか、あるいは劇研のね、明治大学の時の仲間、先輩もいますから、一本目はまず助けてくれるんですけども、これを続けていくのがまあ大変でした。で、私今その劇団を卒業しまして、この劇場を借りて何をやったかっていうと、一人芝居を始めました。もう劇団員になってね、誰かの下についてまた研究生やるのは嫌だったんで、じゃあもうこれ劇場借りて、作、演出、出演、制作全部自分でやります。いないんですから誰も、私がやるしかないんですよ。それでもやりたかった。で、この一人芝居をですね、結論から言いますと、約20年の間に12本やりました。自分で書いて、まずこれが1本目がこれです。見てください、これワープロチラシ、自分で紙を買ってきてですね、ワープロで売ったんですよ、愛の城。実はこの愛にですね、3つの意味がありまして、私はですね、愛、それからラブの愛ですね、愛、そして3つ目は愛色の愛ですね。これなぜ愛色かっていうと、これ女優を目指す女の子の話なんですけども、一人語りですよね。月明かりの中、たった一人で、私絶対に女優になりたいの、頑張りたいのね、愛色ですよ、月明かりですから。そういうね、切実な女の子の夢を描いた作品でございます。これだいたい60分、自分で台本書きました。演出も自分です。これが1本目です。そして2本目、改訂版愛の城、これを11月え8月からの 3ヶ月後にまた打ちました。アムス生物三原茶屋のね。で、これも1200円ですよ、これ手作りです、はい。で、実はこれビデオテープに撮ったんですね。この劇場っていうのはですね、まあその一回やったら消えてしまうって、この儚いところに魅力を感じる方も多いんですけども、せっかくこれだけお金をかけて何十万もやって、見に来てもらえなかったらこれで終わり。こんな
こんなもったいないことないだろうと。で、私はですね、一番後ろからですね、お友達に頼んでビデオテープ撮ってもらいました。 VHS ですよ。画像は悪いですよ。だけどね、やっぱ記録としてやっぱ残したかった。そして VHS に残ったビデオテープ、これをですね、実はですね、不揃いのリンゴたち、あるいは沿線地図、あるいはもう本当名作岸辺のアルバムとか、もう男たちの旅路とか、名作を本当たくさん書かれた巨匠、脚本家の山田太一先生、大好きだったんです私ね。早春スケッチブックとか、その先生にですね、なんと無謀な、この2本目の劇場で撮ったお芝居のビデオテープをお送りしました。住所がよくわかりましたね。多分こうなんか見たんでしょうね、雑誌かなんかでこう調べて、そしてご自宅にお手紙をしたためて、ぜひぜひ見ていただきたいんですと。ただ見ていただきたかったんですよね。わからないです、そこからどうなるかわからない、ただなんとか見ていただきたい、そういう一心の思いでお送りしました。そうしましたら皆さん何が起こったと思いますか。お便りが先生から届いたんですよ。山田太一先生から直筆のお手紙が、ちょっとお読みしたいと思います。愛の城のビデオ拝見しました。いい舞台だと思いました。何より目の前に壁があり、それを突き破ろうとしたり越えようとしたり、耐えることだと自分に言い聞かせたりしているお気持ちの切実さがひしひしと伝わってきて胸打たれました。魅力がありました。一人芝居というのは役者のナルシズムに観客が奉仕させられているようなアホらしさに陥る危険があり、あなたの舞台が紙一重でそこから救われているのは、世があなたを認めないことへのあなたのさまざまな思いの切実さと舞台への傾倒だと思いました。拝見したら郵送しようと思っていたのですが、ちょっと人に見せたくなりました。もう少し貸しておいてください。山田杯。こういったお手紙をいただいたんですよ。ちょっと人に見せたくなりました。え、どういうことだろうと思ってたんですね。そうしましたら後日ですね、数日経ちましたら、このようなお手紙が届きました。ある方から。これは NHK のディレクターの方です。お会いしたことももちろんありません。ちょっと読みします。前略、突然お手紙差し上げる非礼お許しください。私は NHK でテレビドラマを演出している大原誠というものです。実はあなたの作、演出、主演の愛の城の舞台公演のビデオを拝見いたしました。山田太一先生から見てほしいと手渡されたものです。山田先生とは去年、60分3本のテレビドラマを制作する予定で、11月末にシナリオハンティングのためオーストラリアの方へ共に出かけた間柄です。先生はあなたから送られてきたビデオを見、強く心に留め、現場の人間に見せたかったのでしょう。白状しますが、私はあまり期待もせず見始めたのですが、最後までしっかりと見終えました。とても素晴らしかったです。私という女の喜怒哀楽、とてもよく伝わりました。人生は忍耐よという女のセリフ、江戸晴美という個性を持って聞いたことです。さて、その江戸晴美さんという個性に興味を持ったといえば大変失礼にあたりますが、お会いできれば嬉しく思います。テレビドラマにご出演いただくとか、そんな具体的なことではなく、気軽におしゃべりができればと思う次第です。いろいろお話を聞かせてほしいと思います。ご連絡先はこちらまでお願いします。ありがとうございました。ではくれぐれもお体を大切に、ご連絡お待ちしております。昭和63年12月19日 NHK ドラマ部、このディレクターさんからですね、こういった直筆のお手紙いただいたんです。実はですね、その時山田先生はですね、もうこの方とこの1989年に放送された夕日を浴びてというドラマ制作に入っておられました。そしてですね、実はなんとですね、このドラマに私出させていただいたんですね。こちらご覧ください。旅行代理店の社員さんの役だったんですね。急遽決まりました。セリフもありました。で、大滝修二さんとですね、こうカウンター越しに、じゃあどういう便がございますかねって大滝修二さんが聞かれましたら、こちらの便ではこちらのパース行きの便がよろしいかと思いまして、めちゃくちゃ声が高いんですよね。昔細くて高い声っていうね、こういった役をいただいてですね、こちら河原崎長一郎さんなんですけども、こういうふうにドラマに出していただけたんですね。ですから私ですね、このビデオテープを送った時にですね、まさかこんなことになるなんて夢にも思わなかった。
本当にですね、ただただ送って見てほしかった、見ていただきたかったという、もう本当に若気の至り以外の何者でもないという、もう情熱だけで動くっていうね、それがですね、神様がこう道を作ってくださいましてですね、こういうふうな出会いをお与えくださいましてですね、ドラマに出ることができました。ちなみにこれが台本です。もうこの頃はですね、ワープロが出ていましたので、こういう形でですね、私自分で台本作りましてですね、さあこれ約1時間の一人芝居です、ね、これ全部ずっと自分で喋ってるんです、一人で、はい、これちょっと機会があれば映像の方も見ていただけたらなって思います。さあこのようにですね、劇団を卒業した後、一人芝居を始めようと決意して、その年から劇場を借りて、そして1988年、2本芝居を打ちました。そしてその後ですね、今度はわらわわらばんし、聖者の行進、不思議の国のアリス、箱入りの女とね、こうもう約1年に1本ずつ、だってこれお金かかるんですよ。本当はもっと打ちたいんですけども、だいたい1本打つですね、まあ、まず赤字です。まず制作費、人件費にかかります、劇場費、そしてお礼をしたりですね、車を出してもらったそのお金とかお礼とか、もう本当にまあ最低でも2、30万かかりますよね。でチケットはだって高く取れないわけですから、1000円、まあ高くても1200円でしたかね、200枚も売れないんですよ、結局持ち出しなんですよね。ですからアルバイト2つも3つもしてウェイトレス一生懸命頑張ったりしながら、なんとか1年に1本ずつお芝居を打ちました。結果ですね、約20年で12本、お芝居をいたしました。ちなみにですね、3本目にやりましたこのわらわわらわらばんしというわらわわらばんしというお芝居はですね、この山田太一先生にですね、また私若気の至りでですね、チラシに書くお言葉を何か一言でもいただけないでしょうかと手紙をもう無理を承知でダメ元でお出ししましたらですね、このように山田先生がですね、直筆でいいですよということでお言葉をくださったんですね。ちょっとお読みしたいと思います。松竹記念映画キネマの天地、新聞一面に広告を出してオーディション、ここのオーディションで出会ったのが出川哲朗君なんですよ。あ、僕出川です。いやもう声でかい。ギラギラ広さの時は俺絶対スターになるよ。江戸ちゃん負けないよって言ったし、いや負けるとか勝つとかどういうことなんだろうと思って。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。